皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は、2020年11月9日、月曜日、10時38分に撮影しております。改めまして、皆さん、こんにちは。マーシーです。皆様に大変重要なお知らせがございます。仕事が決まりました。決まりました。本当に決まりました。あのですね、ちょっと声が裏返っちゃいましたね。あのですね、先週月曜日に面接、仕分け作業の面接に行きまして、今日仕分け作業のその面接の行っていただいた会社から電話がありました。着信があったのは本日の9時50分に着信がありました。もうね、本当に諦めてたんですよ。先週月曜日に面接に行った時には、今週中には電話をしますと、6日の金曜日までですね、今週中には電話しますということでしたので、待っていたんですけども、電話が来なかったので、まあこういうね、コロナ禍の状況の中、ライバルも応募者も多いことですし、今回はもう仕方ないなと、もうダメならダメで受け入れようという気持ちで、もう9割方いました。ただね、電話がかかってこなかったので、本日別の倉庫作業のお仕事の、そのピッキングの、お仕事の面接がありますので、2時からあります。ですので、それが終わってから私マーシーは自分から電話しようかなということで、一応かすかな望みをかけまして電話しようということに言いました。電話しようということで考えておりました。そうしましたら、9時50分に電話があったんですよ。そして、採用と言われました。会社の方でね、すでに入社書類の作成の手続きの方を進めているとのことです。そして制服などのそういった準備、その他もろもろの準備もしているとのことです。ただ今日ね、午後の2時から面接がありますので、正直言いまして、そちらの方が第一希望になります。ですのでね、今日ね、9時半ぐらいに家を出まして、現場の方を遅刻しないように会社の方の場所を下見しまして、この後ハローワークに行って、時間があると思いますので、買い物などをして、まあ、公園の近くに公園がありますので、公園の駐車場で時間を潰しまして、面接に臨みたいと、2時からの面接に臨みたいと考えております。ただね、仕事が決まって本当に良かった。ああまあ、良かったです。本当に良かったです。ただね、正直第一規模の会社がどうなるかわかりません。もし万が一ね、第一規模の会社がダメだった場合は、本気で第一規模の、その今日かかってきた、仕分け作業のお仕事の会社で本気で働きます。ですのでね、本日14時からの面接次第っていうのは正直な感想なんですよ。そして入社日に関しましても、来週の月曜日からに入社が決まりました。入社初日は入社研修みたいな感じで、まあ、そこそこ大きな会社ですので、入社初日は丸々1日入社研修で、座学の研修、まあ、実地研修も多少あるらしいんですけども、ほとんどが座学の研修で、まあ、多分会議室みたいなところでお話を聞いているという流れになるかと思います。で、入社日に関しましては、11月の16日が月曜日ですね。月曜日から入社ということになりました。入社初日は入社研修になります。ただ今日面接に行く、その倉庫の会社、ピッキング作業のお仕事が第一希望ですので、
もし万が一第一希望を採用していただいた場合にはそちらの方に勤務する予定であります。まあ、ただね、面接を受けて合否がどれぐらい、最低限今週中には合否をいただきたいんですよ。私、マーシーもね、中途半端な気持ちで面接を受けているわけではありません。もうね、今日電話かかってきて本当に良かったです。もう本当にね、感謝しております。もしね、働く場合には本気になって働きます。もうね、9割方本当に諦めてました。ただね、10% 心の奥底に、かすかな望みをかけていました。本当にね、今回の面接で学んだことは最後まで諦めてはいけないということを学びました。もうね、本当にね、例えばね、2015年のラグビーワールドカップでも、日本代表が南アフリカに勝ったじゃないですか。最初ほとんどの大半のラグビーファンの方が日本の圧倒的不利を予測しておりました。そしてね、今回の面接を受けた仕分け作業のお仕事もですよ。もうほとんど9割方私マーシーも諦めていたんですよ。そうしましたら、土壇場での内定をゲットですよ。私マーシーはね、やっぱし持っているなと思いました。土壇場での追い込まれた引きの強さ、これはね、まだまだ健在だなと思いましたし、面接4連敗って言いましたが、面接は3連敗で食い止めることができました。そしてね、もしね、今日ね、この後午後の2時から面接を受ける会社で倉庫作業のそのピッキングのお仕事を採用いただきましたら2連勝です。いや、だんだんね、そこは出しました。完全にそこは出したので、この後の2時からの面接、どうか内定いただき、第一印象、もう志望動機もね、志望動機の欄、びっしりと書きましたので、私、マーシーの専門学校を卒業して以来の18年間の社会人人生、すべてを出し切って、誠意を込めて面接を、行っていきたいと考えておりますので、まあ、今日はね、この後、大体私マーシーはご褒美とか、ホテル生活とかね、自分へのご褒美にホテル生活とかやってますけども、ただ確実に言えることは、多分今日、家系ラーメン食べてきます。これからも、応援のほど、よろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。